史上最年少かつ初の日本人女性ドライバーです。ジュジュ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 どうなんや。毎度おはようございます。どうも。はい。いやあれですよ。今日はスーパーフォーミュラー第一戦通過。へえ、そうなの？フォーミュラーとか見る？見ない。でしょうね。はい。でしょうね。でもな。え？なあ、まどろっこしいんですよ、長いやつ。何がですか？あ、時間がですか？ GT とかもそうなんやけど、はい、長い。F1 も長いんですよ。長いね。確かに今300キロぐらい走ったりとかしますからね。30分ぐらいまでかな、はい、見れる集中力。確かに、はい、まあ確かにそのおっしゃる通り、うん、よくわかります。だからまだ MotoGP とかの方が好き。あ、なるほど、ね、スプリントの方が。はい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 。まあ見やすいっすよね。まあでも言うて多分フォーミュラーこいつも、まあセーフティーカーとか入ったら別ですけど、うん、まあ30周ぐらいなんで、鈴鹿で言うと。あ、そうなの？そうです、そうです。1時間ぐらい？そう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 。なんかまあまだ全然見ようと思ったら見れるっす、そんぐらいやったら。そうなんですよ。え、でもさ、スーパーフォーミュラーとかなんかもう、はい、近年あの、はい、モータースポーツあまり見なくなって久しいので、はい最後はあれですか？セナが死んだ時ぐらいで終わってますか？いや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 、もう俺ははい、ロッシ全盛期ぐらいまでは MotoGP に出た。ああ、なるほど、はい、ロッシ全盛期の頃まで。そうですね。そうですか。僕はもうジェイソン・バトン全盛期の頃で終わっております。お前、はい、F1 はな、はい、眠なる。まあいや放送しとったのよかったっていうのもあるんやけど、時間がな、確かに時間はあるよ。確かに F1 はねちょっと長いんですよ。まあ確かに、はい、まあでもね、はい、まあ、今それこそこのスーパーフォーミュラー見ながらですね、僕今年、はい、今シーズン結構応援してるんですよ。なんで？いやあのね、 GT よって。 GT は好きなんで、うん、GT は好きなんやけど、まあ昔からね、うん、ただ、まあ、GT ももう今中身がね、はい、まあ、300以外の500に関しては、はい、もうあれは箱のフォーミュラーなんで、あ、形だけは箱やけどみたいな。側だけやね、もうほぼフォーミュラーなんで、はい、まあまあそこまででもないかなと。まあ300は結構それぞれ各メーカー色があって好きなんやけど、市販車ベースやもんね。そう言うてね、うんうん、でもそうなってきたら、あの単純にレースとして最近スーパーフォーミュラーは結構頑張っていて、うん、まあ、例えばその、まあ、さっきも言ってましたけど、はい、あのマッチがね、お、頑張っとんですよ。爽やかなマッチが、我らがマッチが、確かにマッチはな、爽やかったやろ。爽やかやった。そうやろ、うん、去年か他国見に行った時に、うん、あれ佐々木くん、そうそうそう、大輔さんかな、まあ、はい、案内してくれて、うん、おったら、うん、マッチさんが、うん、チラッてきて、あら当時来てんのとか、うん、爽やかってなったよめっちゃ爽やかやんマッチってすごいよな。めっちゃ爽やかってなった。あの年であの爽やかさ出せるのすごない？した。しかもいい匂いがした。いい匂いするやんみたいな。そうですよ。でそのマッチさんがね、今あのこうちょっと指揮取りながら、はい、今後の日本のモータースポーツをこうちょっとなんとかせんどげんかせんといかんと。おっていうことで、はいはい、まあさっきもちょっとチラチラって言ってましたけど、本当ね、あの、はい、だいぶ小寄りになりました。あ、そうなんや、はい、ただ あの競技会とか、うん、誰が一番速いだとかっていう要素はもちろんあるんですけど、それ以上に今年、まあ、去年ぐらいからですね、うん、あの例えばさっきも言ってましたけど、うん、まあ、アプリをね入れるとですね、あのいろんな機能が出てくるわけですよ、はい、でそうすると何ができるっていうと、うん、例えば今 GPS 上でどこの誰べがどこで走ってるっていうのが、うん、今、そう、今がわかんの。そうだけ、例えば広いサーキットとかやってさ、おうおう、見よってもさ、あ、まあ確かに、来たってなるやん、おうおう、でも誰が1位か分からない。そうやろ、うん、それがちゃんと全部見えたりとか、あとオンボード映像が常に見れたりとか。え、それ熱いやん。そうで、自分がこうやって見よったら、うん、走ってる感じなんやって。っていうことはもうテレメトリーも一緒に出てくる。そう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 、そういうの全部出てくるやつ。それはな、うん、おもろいやろ。おもろい。そうやろ。え、そんなアプリって今まであった？いやー、まあなんか去年ぐらいからあったのかな。モータースポーツ他あんの？ F1 とかある？あ、 F1 もなんかチラッとあるらしいよ。だけど、うん、まあ本当にそういう意味で言っても、うん、なんていうこう、モータースポーツのやっぱりこうなんていうハードル高いポイントって、うん、初めて行った人にとってはフンで終わるってやつがあるやん。そうやな。だってホームストレートとかさ、値段高い割にはまっすぐしか見えない。ま、うん、っすぐ見てもあんま
面白くない。そうやんか、やっぱり。だからそうなるやん。だからそれやったらもう家でテレビで見ようがよっぽどおもろいってなるやん。そうなんよ。なるやん。そうそうそう。でそこのところが、うん、まあ、そのアプリケーションとかによって、はいはいはい、まあ、非常にこう良くなったっていうのと、あとは、例えば今回の鈴鹿とかやと、二輪四輪開催なんや。え？そう、2×4。朝は2輪？確か、うん、2輪から4輪とかみたいな。まあ、両方とも昼からやったから、忘れてちょっと。まあ、二輪四輪を同じその、なんか日に開催することによって、はいはい、その、要は集客っていうので。それはすごいですね。そう。まあ、コース量もあれやろうし、うん、その、見に来る人が、うん、こう2輪のファンと4輪のファンって結構別物やんか、うん、そう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 、まあ、交わることによってそうこれ面白いんじゃねってなるよね。そうやし、これが例えば4輪のカテゴリーのファンとかが多いやつの中に4輪のカテゴリーぶち込むやんか、うん、だからもう一つ問題があって、うん、あの興味がないけど早いいい席取りたいから居座るマンがいるみたいなね。ああ、なるほどね。例えばそれが2輪4輪で例えばこう入れ替わることによってその席取り問題とか、はい、そういうのも非常に あるかもね、うん、それは。で、まあ、俺は割とその2輪4輪合わせるのもまあいいやなと思いながら、うーん、でね、まあ、頑張って今ね日本のモータースポーツはショーの方に頑張って活かしてますね。いやでもその方がええと思うよ、うん、だって、まあ、今までみたいにさ、うん、なんか車好きのオタクだけでコミュニティが維持できんや。あ、無理です。そう、無理です。はい、それな、うん、もうほら、うん、私の好きなモトクロス界隈でもさ、はいはい、はい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 、MFJ の浜下りのおじさんたち、はい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 、なんかこう、うん、レースに人を呼ぼうとかっていう気持ちがそうないですよ。ないじゃないですか。だって別にレースに人が来なくてもその人たちは飯食えるんですか。そうなんよ。そりゃそうですよ。だからやっぱり、はい、レースとかってさ、はい、見てもらってなんぼやん。それは人を呼んで見てもらって、うん、認知してもらってなんぼですよ。そう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 、うん、まあ、そうやって見ることによって、うん、すげえかっこいい、うん、あ俺もやってみてっていう人口が増える。そうです、そうです。でもそれがやっぱ基本的にそのなんか正しい新陳代謝やと思うんですよね、うん、その、 あの今の世の中において。そう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 。だから例えばほらそれが別にレースの世界じゃなくても、うん、人に別に来てもらわなくてもいいやって思う店なんかがあった日には、うん、潰れるやん。どっかの車屋みたいじゃないですか。まあまあそういう話もあるけどね。だけど、まあ、要は結局例えばもうあのわしがもうあと食えただけでいいんじゃとかって言い出したら、おーおーおー、まあ大体もう、ね、面白いようになってくやんか。そうそう。でそれにさ、うん、なんつうの、うん、スポンサーも、うん、結局、うん、やっぱ商売として、うん、ね、お金を出すわけや、うん、広告宣伝費として、うん、ということはやっぱりいっぱいの人に見てもらわない意味がないし、うん、意味がないよ。いろんな人に認知してもらうから、うん、広告宣伝費が成り立つわけやんか、うんうん、そう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 。これさ、もう、うん、今のレースとかみたいに、うん、観客がまばらとかさ、うんうん、ダサいよねスポンサー料。いやー、だってこっちが仮にスポンサー料を出す側としたらで、うん、費用対効果はやっぱ多少見るやん。見るよ。うん、で、まあ、あとはその、まあ、私組めなんかはね、はい、もう1万円例えば払ってくださいスポンサー料でって言われるだけで、1万円かとは思うけど、まあ大メーカーからしたら、うん、まあ、奥とかでも走った金やからな。そんなに。そりゃそうやろ。だってその天下のトヨタさんなんか、はい、何十兆円企業ですよ。確かに。何千億っていう利益出したのに。確かに。何億ぐらい投資したらいいのになと思うけど。はい、まあそうですね。株主に言われるんでしょ、秋代さんも。多分だけ、秋代さんとか、まあもしかしたら好きな人とかね、本当に本質を見ている人たちからしたら、うん、まあお金ぶち込んでやりたいけど、うん、でも多分、そのケチ臭い株主が、そうそう、顔色伺わねえかね。そんなもんにおめえさんっつって。銭を払うなんてことを知ってて、じゃあ何の見返りがあるんだねとかって言うんやろ。そこからいくらの利益が出るんですかみたいな。もうね、未知数です。はい、はい、でもそこに対してベットできんような企業は、うん、やっぱりね終わってきますよ、ほんまに。うん、まあでも今のモータースポーツ、日本のモータースポーツはまあ全般あかんよね。うん、だけその、うん、なんて言うの、まず運営母体が人が来なくても困らないっていうところがまず問題だと思う。おお、確かに。そう。だけど運営母体がもし人が一人でも減ったとか、うん、例えば何やろ、まあほんま100人単位で減ったりとかしたら、給料が削られてまう。みたいな、例えば、もう生きていけねえ
ていう母体やったら多分全然ちゃうと思うんや。例えば、うん、あのほらあのまあ俺らが知っとるところで言ってもエンデューロ、うん、な、はいはいはい、あのウェックスとかの JLCC、うん、あれはもうほんま確実にそうやん、はい、人がいっぱい来ることによっておまんま食えるっていうシステム、はい、儲かりたいっていう感じがするもんね。そうだけあの人が集まるような施策をいろいろ打つし、イベントもいっぱい打つし、うんうん、そのまあもちろん賛否両論あるかもしれへんけど、うんまあ、何とかして前に進んでいこうとするやん。確かに。でもそれがただ単純にいや別にそれで食い寄るわけでないし趣味なんでとかってなった日には、うん、いかんのですよ。やっぱりいかんですね、うん、もうそうするともうあの凝り固まったおじさんたちがもう趣味でやってるぐらいの感じになって、そうなんね、結局そんなもんには人は集まらなくなってって、うん、もうどんどん終わっていくわけですわ。だからやっぱりね、はい、レースたるものショービジネスで行くべきだと思うんですよ、うん、だからあのさっきもね、うん、ジュジュちゃんがさあ走っちゃったな、ああインタビューとかしたら、うん、なニコニコしとったやんか、うん、あれは偉い、あれな偉い、もうびっくりするぐらい遅いけど、うんうん、可愛いけどもう大丈夫やな、うん、大丈夫け許すってなるやんでそれをなまたないや俺思うのがあれなんかもう結構こうその遅いことというか、まあ確かタイム的に見たらちょっと若干離れとったよ、予選とかでもな。それに対して、どうやこうや言うんは、うん、俺は、まあ、その別に言いたきゃ言ったらええと思うよ。うん、ただ、まあ、まだまだ浅い奴らよのうと、うん。この子の潜在能力が分かってないと。まあまだ分からんよね。若いしね。うん、し、今の時点だけでもその速さという物差しでしか、はい、その人の価値というかその今この例えばスーパーフォーミュラの価値を評価できないおじさんがおる限りスーパーフォーミュラはダメになるんやって。あ、そうじゃない、やっぱりその何だっけヒューマンモータースポーツやったっけ、うん、だけ人にフォーカス当てた時に速さはもちろん大事、うん、でもそれ以外のポイントでもっていう風に評価ができるようなファンが増えることによって、はいはい、多分俺はショービジネスとして多分成り立つんやと思う。まあそれはあるわな、だけど単純に速いかっこいいだけじゃなくて、うん、推しを応援したいっていうのが大事やけどな。よっぽどだって速かってもで、うん、なんかあのファン対応が悪かったりとかで、はいはいはい、おりますおります、無口やったりとかしてる、おりますおります、はい、よくあるじゃないですか、うん、トップ系の人たちに多いね、そう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 、感じ悪いやつ、そう、でそれがもう突き抜けて速かったらよ、まあね、まあね、突き抜けて早かったら孤高のなんちゃらみたいな感じでうまいこと世の中言ってくれるかもしれんけど、そうじゃなくてやっぱりショービジネスでやる上でやっぱキャラクターっていうのは大事やけ、うん、ね、まあ、やっぱそこはね多分ねマッチさんが痛いほど分かってると思うね。まあじゃあジュジュちゃんみたいなのはね、うん、まあでも多分スポンサーはつくやろね。いや今の現時点でめちゃくちゃついてる。そうよ、だってもうあのデカールどこ張るんっていうぐらい、もういやだって、うん、そのあんまり聞いたことがない人に入れるぐらいだったら、俺ならジュジュちゃんのところにスポンサードしたい。俺もそう思う。まあ残念ながらそれだけできるお金はありませんけどね。はい、いやそうなんよ。だけなんかな、そのやっぱりそのもちろんそのレースやから早いこととか大事とか、まあそのなんやろ、まあ例えばそういうこう何レーシング的な能力って大事なんやけど、うんうん、でもそこにやっぱ凝り固まって行き過ぎてしまったがゆえに衰退してきたのがモータースポーツでもあると。そうだね、だからまあスーパーフォーミュラ俺もあんまり知らんかったけど、うん、あれなんやな、シャーシは、うんうん、ダラーラワンメイク、まあ、ダラーラワンメイクワンメイクで、エンジンがトヨタホンダ、トヨタホンダの、まあ、でタイヤがアドカンワンメイク、うん、や横浜、うん、ということは、うん、もうチーム力とドライバー能力だけの勝負やね。そうなんで比較的フォースパフォーミュラとか、うん、あのスポットライトがあのピット側の方も結構映るやって、うん、おじさんがこう難しい顔しながら、さっきも和樹さんがなんか難しい顔しながらこうなっとったりとか、うん、あのダンデライオンのおじさん結構好きなんやけど、うん、がおじさんがこうもうカメラ撮られるの分かったらこうやってこうやってやったりするやってそういうのも好きっていうね、そうそうそう、まあ人間模様ですね。そうです、うん、なんでまあ非常にあのこれがね、はい、まあすぐさまどうこう結果が出るもんでも多分ないと思うし、うん、まあなんやろこうすぐこう何かいい循環が起こるとも思わんけど、ただこの方向性でやっていくしかもう今後そのモータースポーツを立て直していくことは難しいんじゃないかな。待って、やっぱ世界的に見てももうより小化していってるやんか、うん、そりゃそうでしょう、うん、だからもうどこどこのチームの性能がすごく良くて、その車のメーカーが売れるっていう時代じゃないよね、うん、ない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 
メーカー各班のためのその車メーカーがやるショービジネスではもうないと思うんや。そうやね。俺はなんなら例えばそれこそだってほらそれはだって近藤レーシングがまさにそうやんか、うん、別にマッチのメーカーではないけどそうだけどそのチームを持つことによって、はい、その自社のいろんな例えば宣伝を兼ねながらの、はいはいはい、そのなんかキャラクター作りができるとかっていう場であるべきやと思うやって、はいはい、なんだっけ前にさちょっと話は変わるけどなんかアニメかなんかでさ、うん、なんか吉野家とかってこうなんかあのロゴが入っとるキャラクターヒーローが、うん、あの戦うみたいなやとかがあったんやって、あそんなんやったっけなちょっと名前どう忘れしたけど、うん、なかなか面白いなって思って、うん、そのヒーローのにスポンサーがついてるしかも実際にやるあまあそれいいかもね、うんうん、でそれを見て、うん、なんていうのそのあ吉野家みたいなとかそうっていうのがあ面白いと思うやうん今後は、まあ、ほんまそういう意味でよりそのヒーロー化というか、うん、キャラクター化がこうもっとモータースポーツの中で進んでいく方がよりその企業もお金投入しやすくなったり、うん、そのなんていうのショーとしてのそのモータースポーツの楽しさっていうのがそうですね、よりこう見えてくるかなとそうですねやっぱショーとして見て楽しくないといかんよね、うん、そうそうそうもう一部の知っとるおじさんだけが見ておもろいでは、うん、もうあかんのですよほんまにそうですね確かにそうだと思いますよ、はい、でもどうする、はい、えそんなこと言ったらうちのこのチャンネルも一部のおじさんが見ておもろいになってしまってるかもしれないですよいやもうなってるんだもうなってるんでなっとるかないやいやもうあのねえ大きいビジネスをせないかんやつはこうマスに売って出ないけどあそうですねもう我々のような中小企業はね、はいはいはい、いかにとんがっていくかあそうですね、はい、とんがってとんがってあの突き抜けるぐらいでもいいと、はいはい、針になりますそう針のようにもっとねこう先っぽだけとんげて生かした方がいいじゃああのキャブ掃除する針ぐらいになるあオッケーオッケー原付きのあのスロージェット通るぐらいの針になるわ。細い針になるわ、ほんだら。それさ、もう刺さったかどうかわからんやつになるんだよ。そうや。しかも、あの、みんなが大事に扱ってくるとすぐ折れるけ。すぐ折れる。そう。確かにすぐ折れる。そう。だけど、あの、僕は、スロージェットをこう掃除できるぐらいの、はい、あの、針になっていこうと思うので、はい、みんなは頑張ってその針が折れないように、こう、支える役ですね。はい。はいということで。わかりました。よくわかりません。はい。よくわかりませんが、今日はそんなお話でございました。はい。はい、それではチャンネル登録、高評価、メンバーシップもよろしくです。ではまた、バイバーイ。ドイツからやってきたワグナー MC オイル。ワグナー MC オイル。あなたの愛車にこの一本。